私は艦長のもとへ報告に向かうわ。しばらく自由行動よ。やったー、先に船に戻ってるですわ。おかえり。森の方はどうだったんだな？詳細はこちらに。ほら、よしよし、そうがっつかないでゆっくり食べな。なんだろう。ティアラ、聞こえる？緊急事態、モンスターが侵入してきたの。今応援に向かって。了解ですわ。多く見積もっても程度で不動産は買えねえだろうな。これはなんと素晴らしい。ねえねえ、試しに割って味見してみてもいい？こら、バカなまではよしなさい。貴重な発見をしたものだ。結晶の外側には驚異的な量の魔導素が含まれている。これを使えば我々のリアクターを修復できるかもしれない。一体どこで見つけたのかね？一つはバーナムの体内から、もう一つは今朝倒したイビルオオトカゲから手に入れたものです。バーナム、イビルオオトカゲ。私がそう名付けました。なるほど。カール教授、どうやったらリアクターを修理できるんだな？知っての通り、我々の飛空間を稼働させ続けるためのエネルギーをリアクターが持続的に生み出せるのは、魔導素とダークキューブが絶えず融合消滅することにより、その過程で莫大なエネルギーを発生させているからだ。帝国アカデミーはこのエネルギーの安定と利用の実現に長年を費やしてきた。現在リアクターの外壁が破壊されたために魔導素は消失し、融合は停止している。ダークキューブを再び点火させるには、リアクター内に超高濃度の魔導素を注入し、雷の魔法を使う必要があるのだ。しかし我々はこれまで高濃度な魔導素を取り扱う条件を有してはいなかった。つまり今は条件が揃った。私の計算によれば、今から魔導素あるいは魔導素鉱物の収集に全勢力を注ぎ、それらを精錬し注入したとしても、必要な濃度に達するのに約10年はかかる。つまりこの結晶があれば、お手軽に高濃度の魔導素が手に入るというわけなんだな。そうだ。結晶に含まれる魔導素を検測したが、リアクターの修復にはわずか20個で事足りるようだ。20個？まだ2個しか集めてないですわ。1日で2個も手に入るとなれば、この辺りではさほど希少ではないのだろう。入手した経緯からして、大型モンスターの体内に存在する可能性が高いな。分かったわ。とりあえずそれに名前をつけましょう。そうね、魔導クリスタルはどう？ふさわしい名前だ。となれば次の目標ははっきりしたんだな。エルザ戦術小隊はこの辺りで魔導クリスタルを集めるんだな。それが終わるまで他のみんなは基地を守るんだな。モンスターどもにやられるわけにはいかないんだな。お姉様、山ほどクリスタルを集めるですわ。戻ったらきっと高く売れるはずですの。何言ってるのよ。金に目でもくらんだの？ごめんなさいですわ。7、3よ。私が7であなたが3。買い手は私が探すわ。何こそこそ喋ってるんだ。いえ、何でもございません。作戦について相談しているだけです。もしかすっとあいつ、生きてっかもしんねえな。会える日が待ち遠しいぜ。ええ、そうだといいわね。さて、寝るか。お姉様、朝ですわ。起きてですの。シアラ、おはよう。お姉様、まあ、今日も周辺の探索を続けるですの？ええ、今日は基地から向かって左側のエリアを探索してみましょう。やったーですわ。やけに嬉しそうだな。修学旅行気分か？だってお姉様と一緒に冒険できるのが嬉しいんですもの。で作られた風景ばかりですもんね。確かに英国とは全く違う。この風景を配信できたら伸びるだろうに。強くなってる。こっちも相手のテンポに追いつき始めた。問題ないよ。大丈夫、大丈夫。好きなだけ暴れてみるよ。俺様が看護になってやるぜ。相手に気づかれないように。うわ、でっけえ。さすがのお前らでもこいつは無理だろう。記念に1枚取っとくですわ。余計な真似はしないでくれる？ごめんなさいですわ。飛んでっちまったぜ。なんでそう面倒ばかり起こすの？また何かしでかしたら次は本当に置いていくわよ。また追い出したらお尻ペンペンだぞ。切り裂く。それね。